海と日本。国内有数のアワビの漁獲を誇る岩手県大船渡市で、アワビの稚貝が沿岸各地に向けて出荷されました。東日本大震災や台風被害を乗り越え、高級食材を柱に作り育てる漁業に貢献します。 2.5 センチほどに育ったアワビの稚貝です。海の小判とも言われる高級食材で、漁家にとっては貴重な収入源です。アワビの稚貝が出荷されたのは、岩手県大船渡市にある県栽培漁業協会です。アワビをはじめ、ウニやヒラメの稚貝、稚魚を生産しています。漁業を取り巻く環境が厳しさを増す中、作り育てる漁業の中核拠点として運営されています。2020年のアワビの稚貝の初出荷は5月15日です。前の年の3月に採卵されて、1年2ヶ月ほどかけて目標とする平均 2.5 センチの大きさに成長しました。震災時よりの復興復旧にかかりまして、皆様のご声援とあとご支援いただきましたことは本当にありがたいことと思っております。岩手沿岸は2011年の東日本大震災、その後の台風などの災害により大きな被害を受けました。その中で秋から冬にかけて行われるアワビ漁は、漁家たちにとっての冬のボーナスとも言われる貴重な収入源です。今後とも交流を通じて、漁業者さんたちの収入の増加及び天然資源の下支えにつながれば幸いであると考えております。アワビの稚貝は2020年合わせて400万個が岩手県内の20カ所の漁協に届けられます。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。